はい、皆さんこんにちは。今日のサムチャンネルはですね、こちらのサンマルプリウスですね、ヘッドライトのリペアをしてほしいっていうことでして、こう見てもわかるように、まあこういう感じでですね、線傷とかくすみですねが結構入ってるみたいなんですよ。まあなんかお客さんの方がネットで調べて、うちがリペアをやってるっていうのを見たみたいなんで、まあそれの方をですね、まあ依頼したいっていうことで、まあこの前ちょっとお話しした上で、まあ作業させていただくっていう流れになったので、作業の方をしたいと思います。まずはバンパーの方をですね、外してから、ヘッドライトを取り外して、まあ、研磨していくっていう流れでやっていきたいと思います。はい、そしたらバンパーの方を外しましたので、ヘッドライトの方を外したいと思います。助手席側の方はですね、もう外してますので、運転席側をですね、今から外していきたいと思います。プリウスのライトは、3個の目ですね、3箇所ネジでついてますんで、3個のネジを外して、でここにある、部分をですね、ちょっとだけ起こしてやるとライトがもうすぐに抜けます。あとはですね、ついているカプラーを外してやったらいいんで、カプラー外しがですね、あると作業が楽ですよ、手でするより。はい、ライトの方が取れたので、今から研磨の方をしていきたいと思います。はい、そしたらですね、ヘッドライトの方を研磨していきます。こちらのですね、映るかな、空研ぎ800番ですね。800番をダブルアクションのサンダーにセットして、そして研いでいきたいと思います。結構ですね、傷が深いんで、激しくやらないと取れないと思うんですよね。ですのでちょっと800番とかでがっつりいきたいと思います。出るかどうかっていうのがですね、ちょっとわかんないんで、まだちょっと書けてないところがあるんで、もうちょっとやりましょう。どうかな。まあ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 、いい感じになってきたかな。まあこんな感じですね。こう見た感じね、これぐらい結構がっつり削り込まないと、中に入ってた小傷なんかがですね、取れないんですよね。これでもまだちょっと残ってるかなっていう感じがあるんで、もうちょっと研磨していきましょうかね。まあこれぐらいな感じでいいと思います。でこれからですね、1500番、2000番、3000番みたいな感じで目を細かくしていくっていう形でいきたいと思いますので、はい、じゃあ800番が書き終わったので、次は1500番ですね。普通の時はですね、1500番かなとかでやったりするんですけど、今回ちょっとライトの状態がひどかったので、800番からっていう形にしました。で、1500番がこちらですね。で、こちらのピンクのペーパーになります。じゃあちょっとやっていきましょうかね。
したらライトがちょっと若干透けてきましたね。ここから2000、3000とまた続けていきます。はい、そしたらですね、次は2000番水研ぎですね。こちらのペーパーですねを使います。こういう緑色のやつですね。それではですね、やっていきましょうかね。2000番の方がかけ終わりましたので、ここからですね、3000番ですね、3000番の水研ぎで仕上げていって、最後にヘッドライトクリアを塗るっていう感じでいきます。はい、そしたらですね、3000番の方行きたいと思いますが、3000番はこういうやつですね。で、中身はこういうタイプになるんですけど、もうヘッドライトクリアを塗る場合っていうのは、実際2000番ぐらいとかね、1500番とかでもそのまま塗っても透明になるんですよ。で、もうちょっと面倒なんで、今回は、こちらのタイプですね、の3000番ですね、これですね。の、本当は機械につけるんですけども、手研ぎでいきますんで。こいでる感じがもうだいぶ普通のヘッドライトっぽく、なったんじゃないかなって思うんですけど、あとはヘッドライトクリアを塗ればですね、こういう感じの透明な仕上がりにはなるので、よいしょ、感じですね。3000番は結構目がもうすぐ詰まるんで、あんまり長く使えないんですよね。よし、まあこんなもんでしょう。どうでしょうかね。で、これにあとはヘッドライトクリア持っていくっていう感じですね。はい、そしたらですね、今からヘッドライトのクリアを作っていきたいと思います。ヘッドライトクリアはですね、こちらのタイプですね、2液製のクリアを使ってます。で、1液タイプのやつとかスチームタイプのやつっていうのがですね、まあ、どれくらい持つかっていうのがわからないんですけど、こちらのタイプですね、やった車3年ぐらい前かな、やった車はまだ綺麗ですもんね。作る量は硬化剤の倍取材を入れればいいっていうイメージなんで、まあ、大体あれをヘッドライト塗るぐらいだったら 100g ぐらいあれば足りるんじゃないかなって思うんで、まあ、これぐらい入れて、で、取材をこの70何ぼか入れて、ちょっと、まあこんな感じですね。これでヘッドライトクリアが出来上がりましたので、あとは塗っていくっていう感じです。はい、そしたらですね、ヘッドライトクリアを塗っていきます。一度に厚く塗るとヘッドライトのね、側が割れたりするんで、最初は薄くですね、薄く塗り重ねていくっていうイメージですね。わかりますかね。こんな感じで、めっちゃなし肌ですけど、これで何回かこう膜を作っていって、最終的にベタで塗るっていう感じですね。それではちょっと一回乾燥させてからまた次塗りたいと思います。はい、そしたらですね、ちょっと電池の方が、カメラの電池があんまりないんで、ちょっと何回かもう捨て拭きしたんで、今からですね、ベタ本塗りですねをいきたいと思います。
そしたらですね、こちら本塗りの方が終わりました。仕上がりが、まあ、このような感じで、ね、綺麗な感じになりましたね。で、結構小傷とかも入ってたのが、まあ、だいたい消えてますね。あとはこれで硬化して、もし肌が悪ければ3000番で研いで、コンパウンドをかければっていう感じなんですけど、じゃあとりあえず乾燥してまた次に行きましょう。はい、そしたらですね、一晩置いたライトですね、まあ、こんな感じで、ね、ちょっと光が反射して見にくいかな、まあ、こういう感じでですね、いい感じになってますね。で、こういうところにいっぱい入ってた小傷も全部消えてます。さあ、じゃあ今からですね、このライトの方をつけていきたいと思います。はい、それではライトの方をつけていきたいと思います。点灯確認の方をしていきます。そしたらですね、バンパーもつけ終わって、ライトも仕上がって、まあ、いい感じにですね、出来上がりましたね。ライトの色つやも良くなって、ね、傷とかも消えて、くすみも消えて完成しました。はい、じゃあ今回のサンマルプリウスのヘッドライトリペアは、これで終わりですね。
また次回もなんか面白い内容の方があったら動画アップしていきたいと思いますのでお願いします。